ボヘミアンズ・プラハ1905は、チェコの首都プラハにホームを置くサッカークラブである。球場は FC ・ボヘミアンズ・プラハ。100年以上の歴史を持つチェコ共和国で最も人気のあるクラブのうちの一つである。1980年代に、クラブは最盛期を迎え、1982から83シーズンにチェコスロバキアリーグで優勝。 同シーズンの UEFA カップで準決勝に進んだ。2005年に経営難から存続の危機に陥った。クラブは財務破綻により、チェコ3部リーグに降格させられたが、ファンが負債の一部を肩代わりしたことで救われた。2007年に一部リーグへ戻った。2008年に二部に降格したが、一シーズンで一部に復帰した。マスコットのカンガルーは、1927年の オーストラリア遠征にちなむ。クラブは遠征後に2匹の生きているカンガルーをもらい受け、それらはプラハ動物園へと寄贈された。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。